どうもサディです。あ、今ちょっとあのオフィスなんで、よしましょうね、ミーティング中なので静かに今動画撮ってるんですけど、今日ね夢見たんですよ。その夢がおねしょを漏らす夢を見る夢を見る夢を見たんですよ。本当にホッとして、面白い夢見た時大体こう夢占いちょっと調べるんですよ。かわいいでしょ。でおねしょを漏らす夢占いを調べたら、臨時収入とか金運アップとか宝くじとかそういうのに向いてる夢みたいな。なんか今ねヨシムとショウポケモンカードあったら1袋2袋ずつ買ってくるのをねハマってて、ね、ヨシムが今なんかすごいレアなしたんですよ。売り値1万じゃんみたいな。俺も今日そういえばこんな夢見たよ。で俺宝くじ買ったことないんだけど、宝くじ買っちゃうかなみたいな。ちょっとイケイケモードになっちゃって、ドキドキしながら今宝くじがねスクラッチっていうのを買いに行きたくて今買いに行きまして、また宝くじ売り場にね、今日は運がいい日ですみたいなこと書いてて、そこまた調べたんです。そしたらなんと今日2024年2月20日なんですけど、大安と虎の日が重なる金運が上がる日みたいな。今日偶然、え待ってこんな偶然ある。で宝くじ売り場でちょっと不愛想なおばあちゃんのこれみたいな感じで言ったら、バラか連番どっちなんすか、バラか連番どっち、まあ、4回オネション漏らしてる夢見てるみたいな。4枚バラでちょっと買ってきて、こちらこれもらって、あれこれどこ削るんですかって言ったら、これ削るやつじゃないらしいバレンタインジャンボミニってやつをあの買ってきてしまいまして、削るのないんですか、じゃあこれいつどうやって分かるんですかって言ったら、なんと抽選日が3月22日らしいですよ。3月22日俺の誕生日やん。今全部が重なりました。僕の誕生日プレゼントが多分もらえるかなと思うので、3月22日いろいろ重なったこの宝くじ4枚どうなるか今後期待です。ブーンブーン。さあ3月22日になりました。私本日33歳になりました。おめでとう。おめでとう。ありがとうございますまあ、あれからねずっと財布に入れております。運命の宝くじ4枚、バレンタインジャンボミニですね。僕が初めて買った宝くじ、いろいろな運気が重なってるということで、ね、1000枚ぐらい当たっちゃうんじゃないかな。まずちょっと結果見る前にサムネ撮ってこうか当たったっぽいサムネ撮ってこうか当たった風でうわーってやっとくか。じゃあせーの、うわー。ちょっと宝くじが分かんないんだけど、ユニット何番何十何組で6桁の数字が書いてありますね。だから多分バレンタインジャンボミニって調べたらそこにあるのかな。改めまして、10本だけです。2000万円。前後賞20本、500万円。で2等が300本で100万円。はい、ここまでです。僕が欲しいのは。さて行きますか、バレンタインジャンボミニ。え、本日また一粒万倍日。まあこれでもまあみんな一粒万倍日なんで、これはね全員。ただ俺にはいろんなの載ってるからいい最新の当選番号は抽選日で17時過ぎには掲載されてます。今17時38分え、ほやほや。それ押したらもう出ます。行くぞ。ちゃんとミニになってる。ミニになってます。いきます。まず1等、これでね148ですね。8461、193、これ違います。4枚だから164でも近くない？わかんないけど、ちょっと近づいた。ちょっと近づいたね。こうやって絞っていこうか。1151、あ、また近づいた。でもラストラスト、いくぞ。1 48、来い。4 4 1 4 8。すごい、148見えてます。148、次が4来てほしい。待って、148、148、4、次6だよ。どうする、どうする、どうする、いくぞ。19、うわー、焦った。あと2桁組一桁6組って意味？組一桁6組、こういうこと？26組ってこと？26組だからさ。あ、じゃあめっちゃ惜しくない？めっちゃ惜しくない？組一桁6組の148461でしょ？26組の148419なんだけど。あと2桁。やばいやばい。あと2秒ぐらい遅く買いに行ったら当たってたかもしれない。うわー！そういうことか。悔しい。等の前後賞。まあないね。148。はい。じゃあ次、2等。各組共通100万円。186246。あ、18ありましたね。調子あったよね。183493。145235が100万円です。18あったね。
15、残念。19、残念。じゃあこれじゃ18じゃん。あ、16？ 18なかったでしょ。18なかった。なかった。じゃあ100万円の夢をついえた5万円、下4桁が1864。7番、はい、ないでーす、ないでーす、ないでーす。惜しくないこれ。めっちゃ惜しい。めっちゃ惜しくない。あと2桁。えっぐー、なんか今もう1000万ぐらいは取った気になってる。ドキドキ感は。もう脳汁出たな、でもすごかったね、すごかったね、うん、ってなったよね、やばかったです、カメラ離して見たかった。私のいろいろ重なった初宝くじはめっちゃ2000万円に惜しかったということで、いやまたなんかこう運気が重なったなっていう時に宝くじ買ってみるのでよろしくお願いします。チャンネル登録してね。あの動画撮ってるんで、動画はね最近出せてないのすごくインスタの DM で言われるんですけど、頑張るんでお願いします。チャンネル登録して待ってください。バイバーイ。